元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回は前回制作したこのパネル層の制作のポイント、皆さんの DIY でも役立つコツやポイントなどをご紹介していきたいなと思います。それでは解説スタートです。前回の収納棚でおいての制作のポイントの解説でもお話しした通り、家具でもジグでも大事なのはまず最初に基本となる基準面を正しく作ることです。今回の制作でいうとこのフレームがそれにあたります。このフレームをいかにまっすぐ縦横も直角に作れるかどうかが鍵になります。そこでもやっぱり重要になってくるのはこの木材の状態、なるだけまっすぐでねじれがなくて反りが少ないものを選びます。そして制作の順番でいうと、まず四角い枠を組んでその中に格子を組んでいくという方法をとっています。そうなってくるとこの最初に作る四角の枠、これが直角に組み上がっているかというのはとても重要です。今回制作で使ったこのコーナークランプ、これを使って組めばある程度直角にはなるんですけど、それでも完全に信用することはできないです。縦の長さ2つと横の長さ2つ両方とも個々に同じ長さである場合、対角に測ると同じ長さになるはずです。多少歪んでいる場合はそれを補正して同じ長さになるようにまず調整します。その後にこの格子を組んでいきます。今回は肩掛き加工で接合しているんですが、その時のこの接合、ここに隙間があったりきつすぎたりするといずれ反ってきたり変形する可能性があります。なるだけこの接合部に力がかからないようにすることもとても重要です。合掛加工で隙間がなくきっちり収まるように組みたいなという時の一例をご紹介します。墨付けで使うのはコンベックスか差し金、そしてスコヤです。まずこちらから決まった寸法で最初の墨付けをします。そしてここで直角の線を引きます。次にこの墨線に重ねる木材を当てて実測で幅を決めていきます。 DIY 木材の場合、例えばこれが30ミリ幅だったとしても実際には乾燥してて 29.5 だったり29だったりする場合があります。そうするとコンマ5とか1ミリの隙間が空いてしまいます。なので組む時にはこの材の交差ではこの材を組むよというのを先に決めて、その材を使って墨線を引く方が良いと思います。墨線を引いたところに合わせる角材を当てて健やで折って、当たったところで引いてここを書いていきます。交差する方についてはこの状態でここでこっちで取って、あとはこういう形で墨線を引けば掛け加工する場所が決まります。次に丸ノコを使ってこの掛け加工をしていきたいと思うんですけど、ここで見ていただくと2つのこの材料は同じ製品なんですけど厚みが若干違います。これで同じ深さでカットしてしまうと合わせた時に必ず交差点に交差する場所に段差ができます。なのでこちらはこちら用、こちらはこちら用という形で2回丸ノコの深さを調整する必要があります。実測で測るとこちらが 39.5mm、 こちらは 40mm です。コンマ5のズレがあります。この2つを組んだ時にはどのように調整したとしても必ずどちら面かには段差ができます。要は見せたい面の方が辛い位置になるようにここの各深さを微調整するということになります。丸ノコで削る深さが決まったらそれを調整するときに便利なのがこの刃の深さを調整するゲージです。まあ、この形が絶対ではないんですけど一発で調整できるように製作しました。こちらの製作方法については概要欄にリンクを貼ってますので参考にしてみてください。前回の解説でもお話しした通り、こういう細い材を丸ノコでカットすると不安定になりやすいです。なのでこういう形で両方で材を挟んであげるとベースが先にこっちに乗ってスライドしていくので安定してカットすることができます。
そして次に刻んでいく順番は外側から内側へ刻んでいきます。これを逆にしてしまうとこの最後ぐらいになってくると安全カバーが当たってきます。この辺が欠けたりしていると安全カバーの変な引っかかり方をしてぐっと持っていかれることがあります。でその時に慌てて操作してしまうと事故の元になるのでこちらから刻んでいきます。前回の解説動画でご指摘いただいた部分として確かにとても重要だなと思ったのがこういう細かいカットの場合ってどうしても切っていると体がこっち側にだんだん寄ったりすることがあります。丸のこの刃がある前後というのは非常に危険なので必ず体はずらして丸のこの前後の場所に体が来ないように気をつけてください。そして刃の合わせ方なんですけど前回解説させていただいたように僕の場合はこの墨線とチップの端を合わせてここで確認をして切り進めるようにしています。あとは切りながら丸のこガイドを少しずつずらしていってで最後はこの端の墨線にチップをまた合わせてカットすればきれいにカットができます。で私の場合カットするときにこのぐらい短いカットの場合は腕を動かすのではなくて体ごと移動して切るようにしています。腕の角度は固定させて体で丸のこを前に動かす。そうするとこういう細い材のカットではミスが私の場合少ないですね。書き加工が終わったのでこれから組んでいくんですけど、この2つはあえて幅が狭いものと幅が広いものぴったりにはまらないように今回カットしてます。でこの時の修正方法ご紹介します。まず幅が広い方実際に合わせてみるとこれだけ隙間が空いています。でその時に使うのが先ほどカットした時に出たこの切りくずです。この中で幅の合うものを探します。これがいけそう。これだと隙間が埋まりそうですね。できればぴったりのものよりは少し隙間がある方がいいです。そうしないと木工ボンドを入れた時に膨らんでこれが入らなくなるのでぴったり入るものよりちょっと隙間が空くものを選びます。最後これを修正するとあんまり目立たなくなるのでおすすめの修正法です。次に今度は狭くて入らないパターン、こういう時は寸法を追ってきているこちらの方は基準になるのでこちらの方ここを今回は削っていきます。この基準の方にもう一回角材を当てて反対側で墨線を引き直します。これだけずれていることになります。あとはこれはノコギリで修正していきます。ちなみに7寸目のノコギリを使うとパーツと同じぐらいであれば修正が可能です。今回のパネル層の使い方では板を置いて横に滑らせながら位置を決めます。その時に
抵抗にならないように横側の木材を縦の木材より1ミリ程度前に出しています。そうすることでスライドするときに縦材が引っかかったりしないように、そして滑らせる抵抗も減らせるようにしています。この辺はどう使うかによっての製作ポイントになります。パネルのフレームができたら次の製作ポイントはこのレールになります。今回このレールを組むにあたってこのような簡易ジグを製作しました。使ってる材料は同じ材料の組み合わせなので、ここが 15mm15mm 直角に組み合わさるように作っています。で、今回1つしか作らなかったんですけど、これだけ長いスパンを作るには3つとか4つあると組み上げはとってもスムーズになるので良いかなと思います。製作において一品物の製作だったとしても、こういった簡易ジグを作ることによって作業効率も精度も上がっていくので、こういったジグを頼ることも重要だと思います。で、このレールは将来の微調整を考えて上下に2個ずつのボルトをつけています。それによって直角度の微調整ができるようにしています。どんなに正確に組み上げたとしても木は生きているので乾燥とかによって歪むこともあるし、手作業の中でのコンマ2ミリコンマ3ミリのズレが最終的に1ミリ2ミリのズレになることも多々あります。なので将来ちゃんと微調整ができるような機構もつけておくことっていうのも大事です。今回のレールではこのぐらい、だいたい左右1センチぐらい下の方でズレるように隙間を設けています。そしてこれを左右のボルトを調整して、このカット台に対してまっすぐになるように微調整できるようにしています。前回の製作からちょっと改良した部分とすると、ここに補強材を入れました。で、これはここで締め込んでいくとだんだんこの板は反ってくるかなと思ったんですよね。で、そうするとガタがどんどん大きくなって、せっかく直角に調整してもまたダメになることがある。そうならないためにこの補強材を追加しました。このレール自体は現状まだ一番の試作品になるんですけど、最終的にはレールの幅を広げて丸ノコを固定した板をこの中でスライドさせるように、カット中に丸ノコがレールから離れることがないようにっていうのを今考えています。将来的にはこの工房の一般開放も考えているので、いろんな方が使った時に一番安全に使える方法っていうのを検討しながらここは改良していきます。いかがだったでしょうか。家具やこういったジグなどを製作するときにちょっとだけ気をつけておくだけで精度も見栄えもぐんと良くなるポイントを今日ご紹介いたしました。皆さんの DIY でお役に立てる情報であると嬉しいです。モットチャンネルではこのようなジグ製作や製作動画、初心者講座などを配信しています。またモッツ工房では家具や雑貨などの製作動画を配信しています。よろしかったらこちらもチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。